チャンネルです。今日もコロンボからお届けしますけども、ピールスーパーというスーパーに来てるんですけども、今日はスリランカのお土産紹介編ということで行ってみたいと思います。はい、いいですか。はい、まず早速なんですけど、やはりですね、なんといってもスリランカといえば紅茶でしょ。はい、紅茶なんですけど、まあいろんな紅茶があるんですね。これはもう様々好きなブランドとか美味しいのとかあると思うんですけど、一応ですね、一番メジャーなのとしてディルマのテーロンティーのティーパックがあると思うんですけど、はい、これね、皆さんあまりご存じない方多いと思うんですけど、こういう風にね、実はこれ見てください。ここじゃーん、これはね、個包装になってるんです。はい、でこれがないものに関してはこれ普通の箱に入っているやつ、これは個包装になってなくて、だからこれはまあ家とかに買って帰るのはこれでいいんですけど、お土産会社とかね配る時とかあるじゃないですか、ちょっとばらまき的なお土産、それの時はこれをですねばらして、例えば5個とか10個ずつをねばらにして配るとか、そういうこともできますんで、いいですね。ぜひこれは袋ちっちゃいなら可愛くラッピングしてあげたりすればね、可愛いですね。だからこれいいと思うんです。ただこれね、大きめのスーパーじゃないとないんですよ。この町にあるようなスーパーだとこっちのしか置いてないんで、今日はワンゴールフェイスの地下にあるキールスに来てるんですけど、とかあとはあの大きいアルピコとかね、そういうところに行かないとないんでご注意ください、覚えておいてください。いいですね。これ値段どれくらい違うんですか。そんなに違わないよ。あ、でも違うか。こちらが一応1700かな。こっちの個包装の方が1700ルピー、はい、こちらが1425。あ、でもそんなに変わらないですね。1425と1700なんで、まあ、大して変わんないから、ね、家に買って帰るときはそっちの方でいいけど、確かにっていう感じです。他にもパンとかあとフレーバーティーとかも売ってるんですけど、基本的には個包装になってないし、さらに言うと茶葉ですね、はい、ジンジャーティーとかいろいろありますね、ジャスミンとか。そうそう、気をつけて。これはこれね、この絵になってる時は個包装じゃないか。あ、なるほど、はい、個包装のやつはこういう絵になってますから。いいですね、はい、気をつけてください、はい、紅茶お土産、はい、そうです。次行ってみようか。はい、では次行きましょう。入りにくいよ。はい、続きまして、そう、あとね、こういう定番のレモンパッドがありますよね。お土産といえば定番のレモンパッドかなんですけど、あとはジンジャービスケットね。ジンジャービスケット今は108ルピーですね。で、この辺はもう皆さんご存知だと思うんですけど、私のおすすめ、なんとこれチョコレートの中にココナッツが入ってる。いいですね、これいいんですよ。でこれはね、特に、まあ、日本人的には冷やして食べるとめっちゃ美味しい、はい、160g 540ルピーです。まあまあしますけどね、でもこれ値段の割に美味しいんで、ぜひ。そしてあとやっぱりスリランカのお土産的ことであると、これチョコレートですね。あるじゃないですか、ハワイとかにあるチョコレートみたいな、はい、マカダミアナッツチョコ。そうそうそう、個包装ではないんですけど、こういうスリランカのですね、キャンディアナッツとかゾウさんとかですね、これキャンディのヘラヘラ、そうですね、こういうのとか、これもこれはミルクチョコレートですね。はい、はい、だいたい1000ルピーぐらいですかね。こちらが920ルピーで、はい、そちらはこれ1700じゃない、あ、1700ルピーです、はい、1700ルピーしますんで、はい、お土産なんでね、そうですね、とかに大事ですね、置いとけば、はい、こういうのもありますよと、はい、はい、カシューナッツのね、あー美味しいですね、カシューナッツのチョコとかはね、カシューナッツのチョコとかもまあまあおすすめでございます。はい、はい、はい、ではそしてなんと静香先生登場ですけども、はい、私のおすすめは、会社で個包装に配るときですね、一人一人にこう配りたいときのおすすめなんですけど、さっきうっちゃんさんが言ってたような中身は同じなんですけど、ココナッツが中に入ってるやつなんですけども、これは個包装になって1個ですね。で
大袋とか箱に入ってるわけじゃないんですけど、これを人数分買って配るというのは非常にいいかと思います。値段なんですけど1個60ルピーなので、まあ30円ぐらいですね。はい、いいですね。いいですよね。こんな感じ、ここにちゃんとシンハラ語も書いてありますし、いいお土産になるかなと、私の一押しです。これお店によってはこれの大袋とかも売ってたりします。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、では、はい、次はインスタントヌードルコーナーですね。はい、はい、スリランカの若者に大人気、コットミーというインスタントヌードルです。私もちなみによく食べてました。でコットミーは1袋130ルピーで、今いろんなフレーバーがありますが、うっちゃんさんおすすめは何ですか？私はの人間に、うん、これ、はい、カップヌードルなんですよ。これのカップ版ってことですね。はい、こっちの方が分かりやすいかもしれないですね。そうですね、これは面白いかな。ホットミー自体は汁っぽい食べ方っていうよりは、焼きそばみたいに全部汁飛ばして食べる食べ方なので、水が浸ってる状態だとあんまり美味しくありませんので、調理するときは水を飛ばすイメージで。これも美味しいんじゃないですか。そうなんですよね。はい、です。はい、であとは向こうですね、コスメ。はい、まあ、定番中の定番なんですけど、サワーなんですね。これ日本でいうカットン糖みたいなやつ、喉が痛いとか冬とかいいですよね。これサワーいいと思います。これは何袋入ってるんですか？これ1500ルピーだけど、はい、これは30パケットですね。30パケット1500ルピー、はい、はい、そしてこれがシタレパバーム。はい、私もこれはですね、よくお土産に買って帰るんですけど、私もです。これはね、本当筋肉痛とかですね、すっきりするんでいいですよ、ね、万能軟膏なんですよ。バームなんですけど、うん、ユーカリとかですね、シナモンとか天然成分で作ったんですよね。多分某タイガーバームよりはいいと思います。そうですね、私これマスクの裏側に塗って、こうマスクがこうスーッとするようにする使い方、結構一押しです。そうですね、それもいいと思います。はい、これはもっとでかいバージョンもあれば小さいのもあるんです、はい、あります。なんで選べます。結構重くないからお土産にいいですね。そうですね、これは450ルピーです。はい、サイズとしては大体こんな感じですね。もっとちっちゃいやつが私は好きなんですけど、これで110ルピーね、はい、はい、小さいのとあと大きいのもありますね、はい、薬局とか行くともっと大きいのも売ってます、うん、ぜひ、はい、お試しください。定番でございます、はい、こちらね。あとはね、歯磨き粉とかも結構有名なんですよ、スリランカの定番お土産ですよ。私も好きです。石鹸もいいけどね、石鹸ちょっと重いんですよね。はい、有名なのはこのスピーキー、はい、これはスーッとするやつ、はい、ちょっと刺激が強すぎる。まあ、あと現地の人はこの辺シグナルとか、ね、シグナルですね。シグナル、もうほとんどシグナルに使えますよね、はい、そんな感じで、まあ、お土産にはこれがいいかもしれない。そうですね、私はこれ結構好きです。あ、これね、はい、これパッケージも可愛くて、はい、いい感じなんです。ちょっとでかいので、このサイズがあるお店もあるので、ここないんですよ。もっと小さいのもあるんだけどね、うん、はい、こっちはあのクローブのやつで、こっちはガイエンのやつ。そうです、そうです。ちょっとクローブは好き嫌いがちょっと分かれると思うんですけど、はい、塩の方は結構誰でも大丈夫な感じだと思います。はい、はい、そんな感じでございます。あとは、あとは石鹸。石鹸ね、まあ大体私が好きなのはこのコンバ。いいですね、私も好きです。コンバを嗅ぐと水なんか思い出すみたいな。はい、スリランカの宿とか行くとね、こう本場の石鹸が置いてあったりするんですね。こんなんですね。あとラーニーとか、女性とかにはこういうの。私これ好きです。このシリーズ好きです。はい。歯磨き粉と同じですね。同じブランドですね。はい。あと最近はこういうのも人気ですね。多分日本でもこれ売ってる。売ってます、売ってます。こんな感じで、はい、おすすめでございます。もしシャワージェル、この石鹸じゃなくてシャワージェルがタイプの方だったら、コホンバのジェルタイプのものとかも出てますので、ちょっと重いですけど、もしよかったら見てみてください。はい、はい、というわけで今日はですね、コロンボのビルスーパーからスリランカのスーパーで買えるお土産編をお届けしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おい。
わかります。おい。